ていうかさ、飲んときゃいいだけの話ね。わざわざ放送するときまで待ってさ、飲む意味って何があるのか分かんないけど、この時間も放送されてるから。私今、放送前に行ってみますよ。ああ、そうですか。やっぱり新年のご挨拶しないと。そりゃそうですよ。やっぱり AM さんも、AM さんも手を取り合ってくれるのが放送業界だね。そうですね。じゃあ、ありがとうございます。ということで、参ります。そうそう、負けまして。田舎のおじいちゃんが、でっかい山を初めて見たときと、ときます。おー、田舎のおじいちゃんが、でっかい山を初めて見たときと、ときます。その心は、はい、あれは、うちかいとき。おー、おー、ありがとうございます。そうですか、はい、あなた昔日本放送で あれ持ってましたよね、レギュラー番組。あなたの日程が5時まで日曜日5時から生放送しました。何ていう番組だったんですか。サンデーヒットパラダイスという。ああ、それは思い出してちょっとそれ風にやってください。サンデーヒットパラダイス。ありがとうございます。斉藤健作です。ちょっと待ってくださいよ。斉藤健作を朝に使うっていうのがやっぱすごいですよね。あそこの映画だったんだろうね。大映画でしょうね。そうですよ。朝から霜 OK ですか。じゃあ、いやいやいや、霜はなるべくやめなさいとか言ったんですか。手足縛られたまま放送してたみたいなもんですか。そうなんですよね。だからもう本当に辛かったんだが、一応の表現をやられましたね。はい、やってください。サンデーヒットパラダイス。もうそういうネタ系を私はちょっと食べてみて、今日はもう帰りに今日のゲストはおっさんですよ。よっしゃ、もう今年もよろしくお願いします。おっさんでした。ありがとうございました。若い実は追い切りまで。はい、ご参加お疲れ様。久しぶり、また本日もよろしく。今回の銀座ってのがございましたね。銀座、銀座、銀座、銀座じゃ宝でしょ。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 もう出ないですかね。ありがとうございます。おめでとうございます。どうしたんですか。どうしたんですか。じゃあ、りょうじくんもお疲れ様。また本でもよろしく。うわ、ひどか。うん、さすがの写真撮って、お願いします。そうだね。